ヌルーシビブリタニアが命じる。かつて一人の少年がいた。ギアスという絶対遵守の力を手に入れ、世界を壊そうとした少年ルルーシュ。大切な妹を守るため、優しい世界につながる明日を彼は求めた。その代償として彼は世界の敵となった。そして今再び物語は幕を開ける。復活に関しては映画で行います。コードギアスらしい情報の圧縮ということを考えると、完全新作で1本できちんと完成させた方がコードギアスだろうと。そのために、テレビシリーズのところのやつを全部再構成再構築し直して3部作としてやりますという流れがあって、それを礎にしてやりますといった限りはその後のお話ということになります。つまりテレビ、R2 ですね、 R2 の最終回のその後のお話という、そういう形になります。どういう形になっているのかだったりとかに関しては、見てくださいとしか言えないんですけれども、きちんとこちらとしては意味というか理由を持ったところで作っていますので、テレビの時の映像の作り方のところである程度コードギアスとしては映像 の完成度っていうのはある程度できていたとは思うんですよ。ただ今回完全新作としての一本の映画として作ろうということもあって、そこのところに関してよりブラッシュアップできる部分に関してはブラッシュアップしていこうというのもあったところで、色指定だったりとか撮影で使うフィルターだったりとか、そのレベルから全部見直してます。ですからビースボードに関しても全部完全新作ということで、作り直そうという、そういう形で捉えているってのはありますね。チーフアニメーター職であるところでのメンバー、木村さんとか千葉さん、中田さん、中谷さんに関してはそのまま継続して参加してもらっています。特にやっぱり作画さんに関してはテレビ放送時のところに関してはまだ新人だったりとか学生だったりとかした人たちだったりとかに関してはもうすでにプロになったりとかしていますので、そういう人たちにも多く入ってもらったりとかしています。公開時期に関してなんですけれども、来年2019年ですね、2019年の2月を予定しています。今プロデューサーの方々が頑張っていただいていて、全国120巻ぐらいなんか抑えられそうだということなので、その規模のところでやらせていただきたいなと思っています。100万人を熱狂させたコードギアス完全新作。コードギアス復活のルルーシュ。かつて世界を握り世界を壊した男がいた。その男、ルルーシュ・ビブリタニア亡き後の世界、そこにあるのは秩序か混沌か。時代を席巻し一大ムーブメントを築き上げたコードギアス、その新たな扉が開く。復活のルルーシュ、私にはまだ約束がある。